皆さんこんにちは。個別指導塾キャサイ塾長の小林です。中橋です。今回は小鼻かどっちの参考書バトルやってみたいと思います。はい、今回ですね5番勝負で、参考書2つ持ってきますんで、我々どっち派かと、で、ディスカッションしてバトって、勝ち負けまで決めようかなと思います。でいつもはね、例えばそのどっちの参考書の方がいいかみたいな話になっちゃうじゃないですか。それはダメというか、ルートとかうちの指導をベースにして考えるのは禁止です。ダメとかじゃなくて禁止です。禁止、なので単純にこの参考書のこの部分が好きなんだっていうポイントをプレゼンしなければいけないと。もちろんその分かりやすいとかでいいんですよ。解説が詳しいとかいいんですよ。ということでございます。だからうちのルートに似てるからこっちではなしですね。いいですか、ルール。大丈夫です。じゃあ1個目、入門英文問題成功 VS 英文塾講、竹岡先生対決です。おお、なるほど。どっちが好きですか？僕から言った方がいいですか？どっちがいいですか？僕はね、入門英文問題成功の方が好きですね。お、いいね。割れた。僕塾講派なんで。あ、そうなんですね。やっぱいや音声がいいよね。まあ確かまあそうですよね。まあ実際両方ともいい参考書だとまず全然違うと思うんですよ。これ一応まずジョギングから始めなきゃいけないんで、両方うちのルートに入ってますね。そうですね。なのでいきなりなんかぶっ飛んだのを比べるとやりにくいと思ったんで、まずはこうスタンダードの方から。そうですね、まあ、入門英文問題成功の方がやっぱりまあその一冊でやれるっていうのは僕結構大きいと思っていて、まあ、上下巻だから痛いとこ疲れますよ。上下巻なんで別に10校でもその上下巻なんで同じセットじゃんって言われたらそうなんですけど、やっぱりなんかそのどうしても学習をしていると、まあ、一冊で同じ流れでやれるっていうことが、まあ、すごくそのやりやすさにつながるケースっていうのは大きいのかなと思ってて、まあ対象レベルの幅もこう広めだよね、入門の方が。そうですね、入門英文問題成功。そうですね、入門問題成功の方がどっちかっていうとまあそこっていう言い方が一番いいのか分からないんですけど、すごく基礎的なところからしっかりもう入試に通用するレベルまで一冊で引き上げてくれるっていうのが、まあ、僕自身が英語があんまり得意じゃなかった、苦手だったので、まあ、こういう参考書の方がやりやすいのかなっていうのは思ってしまう部分はありますね。塾講はでもね、まあ、確かにエントリーちょっと高めなんですけど、ただあのレベルでしっかり解説があって、でなんなら音声もあって、あの分量をやらせてくれる教材ってないのよ。いや、まあそうなんですよね。ないのよ他に。確かにね、いやいや投資図がとかね、ポレポレがいろんな声が聞こえてくるんだけど、あの塾講のレベル感っていうのは実はほぼなくて、で上にも行き過ぎていないのがもうミソ。上に行こうと思えば難しいのあるんだけど、そこも行き過ぎてないし、でもスタートラインはそれこそ予備校の解釈の授業を一通り受け終わったんだけど、まだ君基礎固まってないよねみたいなことを先生に言われちゃうぐらいのレベルの子から始められるっていう。まあそうですね、絶妙っちゃ絶妙なんだよね。そうですね、まあ学校の授業とかからのつながりはやっぱり塾講の方がいいのかなっていう部分は正直ありますし、入門英文問題成功に関しては、まあ、実際その代替となるものがないわけじゃないですよね。まあでも結構これも唯一無二というか、唯一無二っていうか、ただ入門英文問題成功の場合は複数冊かなり組み合わせないといけないですよね、多分代替しようとすると。なんでまあそういうところは大変というか、まあ、あのレベル感の上げ幅を一冊で全部やってくれるっていうのがすごく大きいっていうところですよね。同じことしかやってないけど、お互い認め合い、お互いいいとこをポイントしたら勝ち負けがつかなくなってしまったむずいね。じゃあもういいや、任せる、皆さんに任せていいですか？そうですね。皆さんどっちが勝ちか、5番勝負なんでどっちが勝ちか書いていってください。後でこっそりね、1週間ぐらい経ったら集計して2人で共有します。次に2個目、速読英単語上級編 VS パスタン準1級。まあ、要はちょっと上級めの英単語勝負ですね。英語かいや、まあしょうがないよ、英語と数学両方やるけど。そうですね、どっちいいっすか？いや、僕から言うよ、それとも。僕はもう明確に速単の方が好きですよ。あ、そうなの？なんで？僕はどっちかって言われたらパス単でも全然いいかなっていう、勝てるかなっていう。いや、まあ僕は正直すごいぶっちゃけた話してますよ。あんまりパスタン使ったことないですよね。だから中身ももちろん見てはいるんですけど、なんかどういうメリットがあるのかとか実はあんまり分かってない。パスタン準1級のメリットは準1級に受かるですよ。まあそうですね受かるための単語帳ですよ。いやで言うけど、今大学受験で英検準1級を取ることのメリットのでかさよ。だから速読英単語上級編、もちろん確かに東大志望でとか、まあ医学部なら医学部単語やった方がいいと思うけど、まあそういうのをねやるもんそうだけど、一般の受験生に対して英検準1級を取る可能性を開くパスタン準1級の方が実は今って愛されてしかるべきなんじゃないのっていう、いいプレゼンした気がする。なるほど。まあ、そもそも僕はその即端上級というよりは、まあ、即端自体がすごく好きなんですよね、僕自身は。で、やっぱり基本的にはその、まあ、英単語帳っていうものはね、どちらかというと英単語を覚えるという用途だけで言えば、まあ、当然ぶっちゃけ即端みたいな形式じゃない方が単純暗記はやっぱしやすいわけですよ。そうだね、うんまあ、これはもう正直明確にデメリットだと思います。ただ即端の上級編とかをやる人っていうのはどちらかというと単語を覚えるということにフォーカスしすぎてないと思っていて、どちらかというと、まあ、結構難しめのテーマの長文を、まあ、たくさん音読するとか読むとかで、しかもまあ音声もつけようとかつけられるとかっていうところがあったりだとか、うん、で、まあ、かつプラスで、まあ、結局そこをメインとしつつ気づいたらある程度単語が覚えられてたっていうのがどちらかというと結果としてあるっていう状態だと思っていて、まあ、結局このレベルでなんか単語だけをやるということのメリットっていうのはやっぱ感じづらいんですよね、僕としては。一気に取ろうなので、入試で言うとまあ即端上級の方がいいかなとか思っちゃうんですけどね。英検取ったら有利だから入試に。まあまあでも僕医学部なんで。立教。医学部あんま関係ないな。医学部だとね、まあまあ3つぐらいありますけど11級ある。ただね、今日ここにね即端の上級を持ってきた理由があるんですよ。はい。しかも中橋さんにぶつけた理由があるんですよ。僕 Z 会さんに提言したいことがあって、うん、いきなり企画にぶち込んでごめんなさいね。速読英単語医学部編を出しませんか？いやまあ本当に作ってほしいですよ。結構よくない？いや本当に欲しくて、なんか医学部なんちゃら単語っていっぱいあるけど、まあ、もちろん確かにいい本もあるんだけど、うん、医学部の文章ってやっぱ医学部で出るじゃん。そうそうそう。で医学部単語が学べるって結構よくない？しかも Z 会さんの信頼のクオリティで作ったら、そう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 。今もそういうものが全くないわけじゃないんだけど、やっぱ Z 会さんのあれでフォーマットにはなってないから、それだったらそれこそ速読英単語必修編から医学部編とかルートもできるし、いいと思うんだよね。そうですね、まあ、実際かなり似たような形式の参考書っていうのはあるにはあるんですけれども、なくないなくないよ。そう、けど、まあ、実際ね、もう本当に今言っていただいたのは全てで、その即端のクオリティで欲しいっていうのは正直あるんですよね。そう、うん、だからまあ確かにめちゃくちゃ欲しいですね。はい、っていうぶっ込みを挟んで、はい、第3戦目ですね。はい、英語はここまでだから我慢して、はいはい、ポラリス英語長文 VS ルールズダルールズ。これはですね、僕はですね、これずっと実は貫いてて、意外かもしれないですけどずっと僕はポラリス派なんですよ。あ、そうなの？そう。いやこれ割れなくて困っちゃうかと思ったルールズ派の僕としては。いやそうです。小林さんがルールズ派なのも分かってるし、うちの塾はどちらかというとルールズを推してるんですよ、基本的に多分。で、いや両方。両方。で、かなりいろいろぐちゃぐちゃで両方やってるよ。で、しかもそのルールズの方がいいという意見がすごく気持ちは分かるんですけど、これはもう単純に僕はポラリスが好きだという話です。あ、好き。いやだ。なんで好き？なんで好き？まず僕はどちらかというと長文の参考書って問題を解くことにあまり価値を感じないタイプなんですよ。はい。うん、どちらかというとその音読とかをめちゃめちゃ精密にたくさんしたいっていうのが基本的にその長文の参考書に対する希望なんですよね。でそうした時にルールズって若干行間が狭いように感じてしまうんですよ。うん、なるほど。例えばその構文解釈のところを読もうとしてもちょっとその情報っていうのがその読みながら処理するのに対して情報量が一目で見た時に多すぎるように感じるんですよ。でポラリスっていうのはその点で言うとすごく処理がしやすいというか、まあ、これは僕の個人の感想なんですけれども、すごく行間が取ってあって、かつそれがなんか訳とかその構文解釈とかっていうのがもう一目で見てパッとそれだけしか情報に入ったら入んないような形になるので、音読をした時に繰り返しやった時にポラリスの音読効果がすごく高いように感じてしまうんですよね。なるほど。なので僕はポラリスが好きです。結構意外と説得力がありましたね。まあ僕がルールズ好きなんていうか関根生なんでどっちも好きなんですけどね、まあ、ルールズ好きな理由は、まあ、やっぱり結局ルールで復習しやすいっていうのがまあ尽きるかなっていうのと、ぶっちゃけ教えてる側からすると長文読解する時にこういうの大事だよってまあ言うじゃないですか。そういうのをもう関先生が書いてくれてるんで、なんで23番忘れてんのとか15番覚えとかなきゃダメだよとかっていうのがめちゃくちゃやりやすいっていうのはあれっすね。それをね全部めちゃめちゃ分かった上ででも割れそうだから、まあ皆さんの意見も聞きたいです。はい、じゃあ次、いや数学入りましたよ。やっときましたね。やっときたよ。めっちゃ語れるでしょ。はいと言わせてトラップですけど4番勝負、サクシード VS フォーステップ。いやだからどっちが好きかだから、なんでダメだよ。どっちかの良さを語るっていう。じゃあもう小林さん選んでください。サクシード。じゃあ僕フォーステップ。僕が何で好きか言っていいですか？はい。僕ね開成高校の時に配られたのがサクシードだったんですよ。僕ね浅野高校で配られたフォーステップだったんですよ。そういうことよ。そういうことよ。そうそうそう。だから学校の先生の授業もねサクシードの何番をね、やるぞっつってで、まあ、回答はね奪われることはないですから開成は回答を待ってあこうなんだって思いつつでも分かんないから先生がね板書で解説してくれてあそうなんだって思いつつね、うん、でもまあ僕は授業寝てたりとかしてねっていうやっぱ思い出が詰まってるわけ作品には青春の高校時代の分かる、ね、っていう意味ではやっぱりねやっぱ欠かせない一冊何に欠かせないのか分かんないけど、うん、かなって思って、うん、サクシードいいかなと思ってます。どうですかなんか、はい、初めて、はい、全然参考書の内容じゃないですいやいやいや別にそれ愛を語る動画だから別にいいわけでしょ、まあ、ルールには違反してないよ。確かに確かに、うん、そうですね、うん、まあそうですねその、まあ、ぶっちゃけて言うと、まあ、参考書のレベルとして4ステップとサクシードに大きな違いも、まあ、レイアウトの違いっていうのはぶっちゃけないかなと思うんですよ。あまだ真面目に言い出したね。真面目な話をすると真面目そうだよ。まあそうですね。なのでまあどっちがいいかって言われると、まあ、今一般的に言うとどっちかっていうとサクシードの方が多分上位の学校で利用されやすいのかな、まあ、あくまで傾向として、ね、傾向としてっていうのを考えると、まあ、4ステップとサクシードだとぶっちゃけ両方とも解説が不十分なのでお言っちゃったまあそのサクシードのレベルをこの解説やる方が難しいかなってあそういうこと、うんうん、よくわかんないけど、まあ、よくわかんねえな自分では、まあ、仮に教えるとしたら4ステップの方がまだマシ、ね、まだマシ、うん、っていうことですね。であとは、まあ、僕はですねその非常に不真面目な生徒だったんですけど、うん、その高校でM 岡先生っていう先生が、うん、当時数学の先生でいて、はい、M 先生、うん、M 先生っていう先生がいてだから僕数学マジで学年で一番できないぐらいだったんで、はい、当時でお前は宿題だとめちゃめちゃ数学ができるなっていう呼び出しを食らったことがあって、まあ、答えを丸写ししてたんですね、うん、っていう思い出があります。なるほどね。まあ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 それまあ思い出大事よね。はい。どっちの思い出の方が面白かったですか。はい。ということで、最後いきたいと思います、はい、まあ最後もいやなんでねこうなったかっていうと考えたの僕も、うん、だって青チャート VS フォーカスゴールドとかもう聞きたくないでしょみんな聞きたくないし僕らももういいでしょそのプロレスは。そううん、とか入学上の基礎問題成功 VS なんとかとかだからまあちょっと難しかったの選ぶのが数学は、うん、で最後5個目、これはでも意外にちょっといい議論ができるかなと思って白チャート VS 赤チャート。これでも僕意見かぶると思うんですよ。あそう、うん、どっちがどっち取るかなこれちょっと空気の読み合いになるけどこれでも英語の時は譲っていただいたんで。あそう、うん、やっぱまあ白かなですよね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 って言っちゃうともう終わりなんですけど、うん、でも意外と赤チャートってあえて言うとねいや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 赤チャートってでもよく見てある意味あれちゃんと仕上げたら力は、まあ、そうですね間違いなく確かにね青とか黄色とか僕ら使いやすいしなんなら基礎の子は白もありだよねとか普段動画で言ってるのもあって、うんまあ、肩持っちゃうけどじゃあ仮に例えば赤ができる状況の子がいて赤からスタートしてしっかりとやってもらったら別に力はめっちゃつくよね、うん、あそうですね、うん、でまあそのだからサクシード4ステップ枠じゃないじゃん、うん、まあそうそうそうあとはまあそのチャートってやっぱりそのステレオタイプな考え方で言うとやっぱ解説が分かりにくいとかっていうのはあると思うんですけど、うんうんうん、今のチャートぶっちゃけ解説結構分かりやすいんですよ、うんそうだね、で、まあ、以前みたいに明確に不十分な解説っていうのもすごく少なくなってきたんですよね、うん、っていうのを考えると正直赤チャートも使えるレベルになってきてると思います。以前は僕はもうボロカスに叩いてて正直言うと赤チャートのこと、うんうんね、だからそういう意味で言うと、まあ、赤チャートっていうのはまあその一定以上のレベルがあるってかつ理解力がある生徒さんであれば選択肢に入らなくはないと思います。でかつ今小林さんにおっしゃっていただいたようにやりきればすごく成績が上がる参考書ですよね間違いなく、うん、ただ白チャート確かに分かりやすくて動画もあるし、うんうんうんまあ、赤チャートだけ動画ないんでね、うん、っていうところもあるんですけど、まあ、白チャートの場合はやりきったとしてももちろんそのじゃあ難関大学に頼るのは何なのかとかっていうところではもちろんその厳しくて、うんそのまあ、決してコスパのいい参考書ではないですね白チャートっていうのはね、まあ、それでいうとそうだしね白チャートの方が他の教材でもって意味では代替性があるかもね。そうですね、例えばゆくゆく例えば他の黄チャートやるとか青チャートやることを前提にするのであれば、うん、白チャートじゃなくてもっていうのはいくつか浮かぶじゃん我々、うん、だけどあえて例えば赤チャートがいいという人に対して赤チャート以外って意外と浮かばなくない？まあ確かに難しいですね。ねまあまあフォーカスゴールドとか1対1みたいな感じになるけどまだちょっと違うでしょちょっと違うじゃん。そうだから赤チャートがいいって人には意外と代替がなくて、うん、白チャートがいいって人には代替のものがあったりする。まあそうですね、うん、とも言える、うん、ただ白チャートの方が使いやすいですよねまあ、結論ね。結論ね。ぶっちゃけ。というわけで、バトルになってんだかなってないんだか分かんないですけど、最後もうバトルじゃなかったですね。5番勝負ということでございましたが、はい、皆さんいかがだったでしょうか。ちょっともう僕らでもう優劣決められないんで、皆さんのコメント欄で、見たいと思いますので、はい、1番から5番でどっちが良いと思ったかっていうのをぜひ書いていただければと思います。はい、はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。